全く違うよね。マヌはもう、うん、まあ、一応ほらエリートコースで、うん、USPGA ツアー行って勝利もさ、うん、まあね、当然一緒にやってて、はいはい、で俺はあのとりあえずその底辺回りながらこう、うん、なんか計画性なしに、もう計画性なしに向こうは計画性立ててこう、うん、でっていう感じで面白いね。でもね、それがジュニアの頃からね一緒にやった友達で、そう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 ですよね、うん、お互い千葉です。そうね、千葉でね、近かったからよくまあジュニアの頃遊んだり練習したりとかは一緒にしてたんだよね。そうだったんですか、うん、じゃあその丸山さんがまあそう今塚田さんがおっしゃったようなエリートの道を進むってどっかでやっぱり横目で見ながら自分もいつかっていうのはなんか、うん、でもねやっぱ昔圧倒的にうまかったから、あ、うん、全然違いました。全然違った。マジですか、うん、あの当時まあ自信も半端ない持ってたしね、うん、確かになんか言ってたな、最初の初めて出たジュニアの大会がなんか2位と44打差って言って、もうね、うん、それぐらい違ったっすか。うん、もう全然違ってたね。へ、うん、そうなんだ、でもまあそういうね、まあ、なんか解説やっててくれたっていうのはなんか、うん、なんか運命なんだ、ね、なんか嬉しいよね。絶対縁です、うん、丸山さんも初めての解説なんですよ、うん、メイン解説をして、うん、で初めての優勝じゃないですか、うん、で同級生、うん、で丸山さんもでコメントで言ってましたけど、うん、ほら何でしたっけ、うん、なえこれは解説じゃなかった、テレビで見てたら泣いてたっていう、あ噂によるとなんか俺はまだ聞いてないんだ、うん、まだ見てないんだけど、うん、かなりなんかこう偏った解説はなんかそうそうそう、もう完全に俺寄りだったって、そう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 気持ちが入りすぎて、気持ち入りすぎて、それはでも入りますよ同級生で、ね、うん、あれで一緒に回ってて頑張ってきてね、うん、でもすごい言ってました、応援してました、うん、でラウンド途中であの、うん、ラウンドリポーターの高橋さつきさんが、はいはいはい、途中でボソッと、はい、いや丸面白いこと言ってんだよなずっとっていうのはなんか、ね、ちょっとなんか聞こえたそうなんだ、そう、あ試合中にですか試合中にですか一つ聞きたかったんだよな、うん、最終日の17番のセカンド、うん、まあ修理地入ってドロップしたじゃないですか、うん、で、まあ、距離としては230ぐらい、もうちょいあるんです。いやそんなないね、220ちょいぐらいかな、20ぐらいで、うん、まあ4打差あって、うん、あれあっさり刻んだじゃないですか、うんうん、あれなんで誰が悪かったんですか。まあ、持ってるクラブは6番アイアンで、うんうん、まあ、あの届く距離じゃないんだけど、うん、まあ、とりあえずちょっと左下がりのライだったんで、うん、まあ、ロフトも被るんで、はいはいはい、まあ、うまくちょっと打てれ ば, これ転がって、まあ、1グラムでいってくれるかなっていうつもりで、あ、じゃあ別にレイアップじゃなくて、うん、もうフライちょっとフライヤーしてライナー気味のボールが出れば、うん、逆にちょっと欲張って5番アイアンとか4番持つと、はいはいはい、まあ、風もあるし、はいはいはい、左からのね、予想しないとこ行っちゃう可能性あるなと思って、ああ、うん、なるほど、で18番行って、うん、フォローですよね、左からのフォローですよね、うん、でドライバー持ったじゃないですか、大体みんなフォローだってクリークとか持つホールじゃないですか、そう、ね、3アイアン2アイアンとかね、うん、そこあえてドライバー持ったの何ですか。あれ、あそこはもうなんか朝から自分で決めてたのね、あそこドライバーっつって。マジですか、うん、まあ朝から風の方向分かってて左側のフォローだって分かってて、もうドライバーって決めてたんですか。だけど打つのは左先のバンカーの手前、うん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 、でまあ風で上げちゃうせん、その最後に上げてかっこいいショット打とうと思うとダメだ、うん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 、なんかね、俺そんなかっこいいショット打っちゃいけないと思ってなるほど、とりあえずドライバーで風に負けない低い球を打って、うん、キャリー200であと40ヤードぐらい転がってくれればいいなっていう球を打とうともう決めてて、それを朝からですか。朝からはあ、うん、すごいな。だからあの時も迷わずドライバー抜いて、うん、なんかキャリーもびっくりしたらしいんだけど、いやびっくりしますよ、なんか自信満々に抜いたからそうそうそう、あいつ何も言わなかったって言ってたんだけど、マスターも抜くのドライバーずっと見ながらえっって顔してたからね、あれはでもね、いろんな人にドライバーかよってなんか思ったって、だからすごいね、聞きたかったんですよ。でもすごい朝から思ってたっていうのはすごいですね、うん、へえ、まあ、なんかあったんでしょうね、うん、自分がただじゃああれがもし1打差でも、うん、例えば1打ビハインドでもドライバーを持ってたってことですか、うん、4打差だからとかじゃなくて、うん、それもあんまりないんだけど、うん、あの日だけはもう朝からあそこドライバーっても決めてたの、うん、すげえ、なんか鳥肌もんですね、うん、まあ、立ってないですけど鳥肌もんですね、それ、うん、で全てがやっぱさっき言った勝つ時ってそういうもんだよっていうことなんでしょうね、うんうん、多分繋がってくるんだ、う
はい、あれはね自信あったショットだった。いやめちゃくちゃかっこよかった。球筋も、うん、まあ、要するにコンパクトでライナー系のボール打ったじゃないですか、うんうん、かっこいいと思ったんですね。なんかもうそれこそ戦い世界 の、 そのアジアとかアメリカとかいろんなコースで戦い抜いてきた人の球ですよね、うんうん、そう、あそこはスレー持ってピシッってかっこいい球打っちゃいけないと受けない、ね、いけない、いらないですね、それいらない、そうもうなんか濃い感じで勝つ球が必要なの、ね、なるほど。